学園ゴールデンイーグルス埼玉西武ライオンズ18回戦の模様をお送りしてまいります。イーグルスの先発は左の山田、対するライオンズの先発は右の戸金、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。さあ注目の立ち上がり、バッター恐怖の核弾頭秋山、これまでに積み重ねてきたヒットは999本。第3球を投げた、打った、山田取った、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは手腕の打撃の仕事人志村、投げた、打ちました、セカンド右横のゴロアウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番浅見、第3球を投げました、打った、流し打ち、一塁ボールを取る、一塁一塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。山田今日は無難な立ち上がりです。イーグルスまずはゼロに抑えました。1回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターはアニア、さあ5球は5球目、投げました、打ったい当たりだ、ショートバウンド、一塁送球、ここは守備に阻まれました。これでワンアウト、ランナーはありません。第3球を投げました、絶対強烈な当たり、ライナー破った、ボールは中継、桜木いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第3球を投げました、アウトコース高め、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、スライダー、空振り三振、高めの変化球にやられました。バッターラッキーアズキ、一塁、1球目ファウルからランナースタート、ボールを二塁へ送った、盗塁成功、桜木今シーズン3個目の盗塁を決めています。次は5球目、投げた、打ちました、あっと弾いた、取れない、記録はセカンドのエラー、セカンドのエラーです。この対戦に挑みます。第5球投げた、打ちました、レフトへの浅いフライになった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。得点圏にランナーを送りましたが先制点には至りません。1回が終了しまして、イーグルス同じく立ち上がりは得点ならず。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。バッターは獅子の大砲中村、投げた、アウトコース低め見送ってフォアボール、ストレートのフォアボール。第6球を投げた、高めの球、見逃し三振、投げた、流し打ち、どうだ、やべ、うまくさばいています、セーフ、ダブルプレーはなりません。バッターは7番メヒア、投球これから5球目、打ちました、センターフライ、飛距離は出ていません、掴んでこれで3アウトになります。2回の表が終わってライオンズ無得点で終了です。2回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。バッターはパワフルプロ野球矢部、打った、ボールはレフトへ飛んでいきました、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番伊集院、次は5球目、打った、抜けた、伊集院ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。次は5球目、投げました、スローカーブ、空振り三振、高めの変化球にやられました。第6球を一塁ランナー自動的にスタート、三振、2回が終了しまして0対0、両チーム無得点です。3回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。バッター、ブルーイケメン栗山、投げました、引っ張った、ライトの右にボールが上がっている、噛みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番中田、投
げました。流し打ち、一塁に下がっていった、ヒット。中田、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。バッター、恐怖のかくらんぼ、秋山。あとヒット1本で1000本安打達成となります。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。変化球、空振り三振。バッターは手話打撃の仕事人、志村。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打ちました、ヒット。ボールは中継、志村ナイスバッティングです。イーグルス先制のピンチを迎えます。投げました、打ちました、フラフラッと上がった、取って、これで3アウトチェンジ。山田、ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。3回の表が終わって0対0、イーグルス。イーグルス、この回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターはアニア。最初のバッターボックスはダイヤゴロに倒れています。打ちました、セカンドゴロ正面、セカンドから一塁送球。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、史上最強の努力家、桜木。投げました、ストライク、見逃し三振。バッターは幻の炎翔。今日の第一打席はスイングアウト。投げた、変化球外れてフォアボール。トガメ、ストレートのフォアボールを与えます。第9ランナースタートを切った、キャッチャー二塁へ送球、盗塁成功。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ、序盤終了しまして、試合はこれから中盤4回に入ります。バッターは獅子の大砲、中村。打った、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の森。投げた、打ちました、一塁掴んだ、一塁自分でベースを踏んでアウト。森、いい当たりでしたが、ファースト正面。これで2アウト、ランナーありません。打った、流し打ち、レフト前ヒット、クリーンヒットです。高橋、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のラン、第4球を投げた、打った、三遊間、うまくカットした、一塁送球、あーっと送球それた、タッチアウト、スリーアウトチェンジ。最後はバックに助けられました。4回の表が終わって0対0、ライオンズ未だスコアボードはゼロのままです。4回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。バッター、炎の振動、勝也。第1打席はレフトフライに倒れています。第5球投げた、打ちました、いい当たり、右中間へ上がった、ヒットになります。打ったバッターは二塁へ向かった、勝也ツーベース、これで2打数の1安打。バッターは6番、矢部。ひときわ大きな声援が聞こえます。さあ、集中してこの対戦に挑みます。第3球を投げました、打った、いい当たりはライトへ持っていった、掴みました、ボールは中継、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第5球投げました、三振、インコースの変化球にやられました。ランナー1人を置いて迎えるバッターはおさる。第1打席はスイングアウトの三振に倒れ、流し打ち、どうだ、取りました、これで3アウト。4回の裏が終わりまして0対0、イーグルス、この回チャンスを生かせませんでした。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。バッターはブルーイケメン栗山。第1打席はライトフライ、打ちました、ファ
ファースト右へのゴロ、一塁ベースを踏んでワンアウト。これでワンアウトランナーはありません。投げました、打ちました、ショート正面、一塁へ送る、アウト。これでツーアウトランナーありません。バッターは恐怖のかくらんぼ秋山、1000本安打に王手をかけています。今日はピッチャーゴロと三振。第4球を投げました、低めのボール引っ掛けた、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。山田三者凡退、無得点に抑えています。5回の表が終わってイーグルス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは日比野、第5球投げました、打った、ショート正面、一塁送球、アウト。これでワンアウトランナーはありません。打順はバッテリー帰ってアニア、今日はショートゴロとセカンドゴロ、投げた、よく見た、フォアボール。バッター史上最強の努力家桜木、第3球をアニア、走った、打ちました、ヒットエンドラン。メヒアボールを掴んだ、トガメ取ってアウト、イーグルス先制のチャンスを迎えます。次は4球目、投げた、打ちました、抜けた、ショーナイスバッティングです、初安打。さあチャンスが広がって2時に、今日はセカンドのエラーと三振。さあこの対決に集中します。第3球を投げた、流し打ち、ライトの右、ヒット、ボールが点々と転がっている、ボールは中継、この試合1塁3塁という場面で勝つ。第5球投げた、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。前半が終わりまして1対0、イーグルスここで先制点を挙げています。試合は後半6回に入ります。バッターはシュアな打撃の仕事人志村、投げた、スライダー外れた、フォアボール、ストレートのフォアボール。バッターは3番浅村、今日はファーストゴロとファーストフライ。第2球、一塁ランナー出た、打ちました、ヒットエンドラン、ショート正面、アウト。イーグルス同点のピンチを迎えます。さあ同点のピンチで迎えるバッターは中村、今日はフォアボールとセカンドフライ。ライト2回目いっぱい、見逃し三振。第3球を投げました、打ちました、セカンド、これは守備範囲内。山田ワンアウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。6回の表が終わって6回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。バッターはパワフルプロ野球矢部、今日はレフトフライとライトフライ。スライダー空振り三振、先頭バッター三振に倒れました。さあ5球目、見逃し三振、バッター遅れてきた、鉄砲から押さる、今日は三振とサードフライ。投げました、打ちました、ショート前方のフライになりました、取ってこれで3アウトチェンジ。こぼした宮城からお送りしております、東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ、中盤まで終了しました。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターは高橋、第4球は痛烈な当たり、取りました、これでワンアウトランナーはありません。バッターは7番メヒア、今日はセンターフライとサードゴロ、打った、流し打ち、これはヒットになります。メヒア、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターはブルーイケメン栗山、今日はライトフライ。さあここで何かを仕掛けてくるようです。第5球投げました、
ト、ランナーは一塁変わりません。第4球を投げました。高め見送ってフォアボール。山田ストレートのフォアボールを与えます。第3球を投げた、打った、センター前進してくる、取りました。これで3アウト。満員のこぼした宮城、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、イーグルスラッキーセブンの攻撃。この回のトップバッターは日比野、今日は三振とショートゴロ。投げた、ライトスライダー、ここは三振。バッターのトップに帰ってアディア。次は5球目、投げた、ライト高め、空振り三振。2者連続三振になりました。第5球、投げた、打ちました。中村バックしていった、アウト、スリーアウトチェンジ。イーグルス結局三者凡退、無得点に終わっています。7回の裏が終わりまして1対0、イーグルスラッキーセブンは無得点。ライオンズ、この回は上位打線から始まります。バッターは手腕の打撃の仕事人志村。投げた、スライダー、見逃し三振。右バッターボックスは3番浅村、これが4度目のバッターボックス。第5球、投げました、打った、やべ、取った、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター、獅子の大砲中村。第3球を投げました、打ちました、打球は三遊間へ、バット取れない。中村ナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。バッターは指名打者森。第5球、投げました、打ちました、ショート左横のフライになりました。掴んで、これで3アウトになります。8回の表が終わって1対0、イーグルス1点リードは変わりません。戸上降板、マウンド上ピッチャーはバスケス、今日2番手としてマウンドに上がります。イーグルスこの回はクリーンアップからの攻撃になります。バッターは幻のホロ、インコース高めいっぱい、見逃し三振。第3球は打った、これは強烈、さらに伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン。第16号ソロホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、スライダーを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。バッターは炎の振動勝也。第3球を投げました、打ちました、1・2塁間抜けた、ボールは中継、勝也いいバッティングを見せました。バッターパワフルプロ野球やべ。イーグルス代走を起用します。俊足の三越は1塁に入りました。一塁ランナー、三振、タッチアウト、盗塁失敗。8回の裏が終わりまして2対0、イーグルス貴重な1点を追加しています。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは高橋。第6球を投げました、見逃し三振。右バッターボックスは7番メヒア。第5球、投げた、変化球、空振り三振。2者連続三振。バッターはブルーイケメン栗山。イーグルスここは何としても抑えたい場面、打った、セカンド真正面、一塁送球アウト、ゲームセット。山田見事な完封勝利、イーグルス2点差で逃げ切りました。
人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は2-0、イーグルス2点差で勝ちました。勝利投手は山田、敗戦投手は戸金、実況担当は堂前秀夫で、楽天コボスタジアム宮城よりお伝えしました。